Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep, wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of... はい、皆さん、こんにちは、みそりーです。つなぎを買ったんですよ、ついに。つなぎを。ね、こうやって。あ、もう早速、傷ついた。いやー、エリックのつなぎとブーツ買いましたよ。グローブはね、もともと GPS グローブっていうあのクシタニのやつを持ってるんで、これでサーキットを走ろうという感じなので、一応僕はつなぎとブーツ。ちょっとブーツがね、色がどうしてもね、違っちゃってるんで、変なんですけども、まあ、青いバイクだしいいかということで。で、今日はこのつなぎを買って、実際につなぎを着てね、運転、操作をしてみて、どれぐらいの違和感があるかどうかをね、見たくて、ちょっとさっきね、初海岸をね、走ってきました。やっぱりいろいろとね違いますね。というわけで、まあ、ちょっとあの走行編はちょっと別の動画になるんですけれども、今日はねベリックのつなぎを買ったいきさつとか、その辺をねお話ししながら帰りたいなと思います。ちょっと初海岸に寄って帰りたいんですよね。さあ、ということでベリックのつなぎを買いました。ブーツも買いました。で、一応新品なんですよ。新品というか新古品というか未使用に近い品というか何にせよ程度はものすごくいいものを僕はゲットすることができました。どういう感じでそもそもね買うようになったかというと、まず先月4月に川崎プラザ北九州の壮行会が雨で延期になりました。参加したかったんですけどできなくて、今度あさってですね、あさってスパナオリのサーキットランフェスタに参戦するということで、 CT クラスというところにね僕は参戦の申請をして受理されてます。で、それはいわゆるツーリング装備でできるっていうクラスなんですけれども、それもね昨日まで雨というかね天気が怪しかった。で、今朝見たら晴れになってたんですよね。あと2日の状態でもう晴れ間が、昼の3時ぐらいまで晴れと、でそこから曇りって書いてたんで、まあ急激に変わらない限りはもうこれで当日はねなんとか晴れのまま走れるんじゃないかなということで、よかったなと、まあ一安心してるんですけれども、その壮行会に参加できないっていうのがやっぱりね痛かったです。なんていうの、そのつなぎなしのツーリングクラスっていうのにしか今僕は行けなかったわけですよ。だけどこういう風につなぎを買ったことによって、初級者クラスっていうのに参加できるようになりました。イベントだとね、日にちが決まっててその日が雨だとダメじゃないですか。だけどこういう風につなぎがあれば、まあもちろんライセンスを取らないといけないというのもあるんですけども、ライセンスもいずれ取ります。で、そしていつでも参加できるようにっていうことで気持ちが腹が決まったというか、それで購入する決意をね固めました。ただお金ないもんはない、高いもんは高いじゃないですか。40万もね、30万も40万もするようなのやっぱ欲しくても買えない。だからとりあえず中古で、まあ今の時代ね中古でものすごい程度のいいものがあるんですね。で、実際僕もヤフオクとかメルカリとかで、ブーツとあとつなぎをねずっと探してました。そしたらね結構こう出てるんですよ、新品未使用。ただし店頭保管してたので、まあ多少のホコリとかそういうものありますよとか、そういう感じの、まあ、何にせよ程度いいわけですよ。で、なんならもう傷だらけのやつでも安かったらいいかと思って探してたんですけども、そこで目に飛び込んできたのが今僕がこの着ている、ベリックの、ちょっとすみませんモデル番号忘れちゃったんですけど、ベリックの中でもハイグレードモデルのつなぎ、これが、定価が20万7900円だったか8700円だったか、まあ、21万弱ぐらいですよ。定価21万円弱のものが、9万円でね、9万2000円だったかな、なんか、えらい半額以下で出品してる方がいたんですよ。で、と思って、いろいろ調べたんですけど、まあ、物に偽りなしと。で、他にも別のサイズをその方はね、たくさん出してるんですよ。だから、まあそういうお店の在庫処分をしている人なのか、まあ、あるいはその背取りってやつなのかちょっと分かんないですけれども、いずれにせよ物はいいと、そして安いっていうね、ものが飛び込んできたので9万円ですよ。だから僕の場合はもうグローブがありますんで、ブーツとつなぎがあればいいわけですよ。まあプロテクターとかも必要だったんですけども、で予算的に一応10万円ぐらいなんとか予算を取って、でその中でやりくりしようかなって思ってたら、すぐに9万円で定価21万もする、だからそこそこいいやつですよね。まあ串谷とかのエントリーモデルほどではないかもしれないけども、ベリックの中ではいい方ですよね。それがまさかの新品で、しかもその値段で出てるんで、これはちょっと行くしかないなと思って、ちょっといろんなものをね削って、その上で相手方にね、まあオークションなんでね、オークションっていうかそのフリマなんで交渉して、で
そこでさらにね9000円ほど値引きしていただくことができたんで、実質8万円でこの定価21万の新品つなぎをねゲットすることができたんですよ。これは良かったと、もうめちゃめちゃいい買い物したなっていう感じ今思ってます。でまあそれを買って、でサイズはねもうすでに僕試着でベリックのサイズちゃんと押さえてたんで、まあ、そのサイズで注文してもぴったりです。でつなぎゲットしたと。しかしあと予算がもう2万円しかないですよね。10万円の予算で、まあ、つなぎ8万円使っちゃったんで残り2万でなんとかレーシングブーツを欲しいなと探してたら、今度ヤフオクの方でこれもベリック、ちょっと見えないか、さっき見せたか、ベリックのエントリーモデルかな、これはあの10万円セットとかについてきてるブーツだと思います。それの青いやつがあったんで1万500円かなんかで出品されてて、あのいわゆるウォッチしてる人が5人6人ぐらいいたのかな、で自分が入って7人になって、であこれだったらもしかしたら手に入ったらラッキーだなっていうことで、あの天井入札しといて、天井入札ってなんていうのかな、あの自動更新になるようにちょっと多めに金額入れて、自分はね2万3000円ぐらいまで入れてたんですよ。1万円ぐらいから始まって1万7000円ってなって、でその後の人が2万円って出したんですよね。結局だから2万2000円かな、2万2000円でゲットとなりました。まあだからギリギリ予算内でブーツとつなぎが手に入ったという感じです。非常にいい買い物をしたなと。このねブーツの方もなんか試着を1、2回しただけということで、まあ、本当かそうか分かんないですけどね。だけど、まあ、それだけ書くっていうことはその見た目綺麗さに自信があるということなんで、まあ、当然物はいいんじゃないかなということで買いました。実質定価で買ったら4万1000何歩かするやつが半額ぐらいで買えたので、これもねすごくいい買い物になりましたね。いや良かった良かった本当に。そんなわけでつなぎのねこれもうなんならずっと着ててもいいかなっていうぐらいあの着心地いいんで、もう本当にこれがボロボロになるまで着ようかなと思ってます。そしてブーツの方がねちょっと硬くて、これはねちょっと馴染ませていくしかないかなという感じはするんですけども、それでもミンクオイルを最初に塗って、でもう毎日こう手で揉んでるんですよブーツをね。そしたらだいぶ柔らかくなってきたんで、まあいいかなと、まあこれ続けていこうかなという感じで、はい。ということでねブーツとブーツつなぎ、ついに購入することができました。まあこれでサーキット走行がねつなぎありの、まあ、初級クラスですかね、一番下のクラスでできるようになったと。やっぱりねその CT クラス、サーキットラーフェスタの CT クラスってなると本当にその僕みたいに初心者だらけで非常に危ないと、あのサーキット走ってる方もね、もうそのルールとかよく分かってない人たちが来てるからもう本当に危ないですよ。だからもうできるつなぎとかせっかく持ってるから、もうあの B クラスからねあのエントリーした方がいいですよって言われたんですけど、まあとりあえず最初はねもうエントリー済んじゃってるんで CT クラスで走ってきてます。明日明後日ね、いよいよ名古屋入りを ZX4R で走れますね。オートポリスを 4R で走って非常にフラストレーションたまる結果だったんで、さあでも今度ねその言われたら CT クラス21人かな、今その21人の中でストレート以外の追い越し禁止なのでちょっと怖いですね。だからなるだけ前につけたいなと思ってるんですけど、その先導の方のねすぐ後ろが行けたら一番いいんですけど、同じ思いの人って結構いるでしょうから、まあ奪い合いになったとしても、まあ、前の方につけれたらいいかなっていう感じでね考えてます。扱いが入ってるね、ちょっと寄りますか。じゃあ久しぶりにバイクは入れるね、まあ、ちょっとそんな感じでつなぎついに購入することができました。あとはね次はサーキットを走ってる動画を撮れたらいいなと思ってますので、ぜひとも儀式も済ませましたんで書けないようにいっていきたいと思います。はい、ということで以上みそにでした。扱いが久しぶり来たなね、サーファーいますけど、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。